はい、こんばんは。4号金号の、11月19日月曜日午後10時30分を回りました。4号金号の夜第565回、今夜も30分間よろしくお願いします。ですね、今日はですね、まだYouTube の方への動画のアップロード、まだ終わっておりません。なんと1時間16分の映像なんですが、10ギガバイトございまして、もうこれエンコードするのもめんどくさいから、そのまま、YouTube の方にアップしてるんですが、午後の2時過ぎぐらいからずっとアップロードしていて、まあ多分ね、待機制限、アップロードの待機制限を受けながら、ちんたらちんたらとアップロードをやっているんじゃないかなと思っておりまして、もうね、何時間ですか？午後の4時からもう10時半ですから、もう結構な時間かかってますけれど、まだアップロードが終わってません。ということで、今日はパソコンではなく、スマートフォンでお話をしております。はい、ですね、こちら。はい、いつも、ご紹介してきたインフォバ A01 なんですが、とうとう、2年の縛りを待つことなく、機種変更する前に、とうとう壊れました。もう完璧に、充電ができなくなりました。ここのね、ちょっと手にスマートフォン持ってるんで、両手が使えないんで申し訳ありませんけど、ここがね、充電をする、USB のミニ B 端子のここなんですけど、ここがちょっとバカになっているということで、今日 au ショップで行って見てもらったんですけれど、ここがもうダメだろうと、接点が悪くなっているんで、ダメでしょうと、またこれ基板交換をして修理しても、また来年の早々に故障することがあるんであったら、もう思い切って機種変更した方がいいんじゃないでしょうかという店員さんのお話もございましたんでね、もう思い切って、インフォバエイドルイチさようならと。まあね、結構ね、使ってましたけれど、やはりもう、使えないというとね、まあイライラするんで、もう思い切ってズバッと、変更しました。この残りの金は、もうそう残債なかったで、問題なかったんですね。何を、購入したかというと、今、これ中継しています、スマートフォンなんですが、サムスンの、ギャラクシー S3 です。4G LTE の機種に、変更しました。どうせもね、機種変更するんであれば、もう 4G の LTE だろうということで、在庫があったので、早速もゲットして、今、4G LTE で初放送を行っております。どうでしょうか？ 3G 回線の頃と比べて映像は音声どうなんでしょうかね。まあ、後で、自分で確認してみたいと思うんですけれど、まあ、これ、映像もまあまあ綺麗ですよと、音声も綺麗に入ってますよということであればね、またこれ、どんどん活躍する場が出てくると思うんですけれど、また活躍しすぎて、インフォバエーデロイチのように、まあ、2年待つ前に、故障しちゃうということがないようにね、ちょっと気をつけないといけないんですけれど、この、ギャラクシー S3、また詳しく見てないんですけれど、バッテリーが2100ミリあるんで、大容量バッテリーですね。au の、秋冬モデルでは結構大容量バッテリー、12月上旬に出ます HTCJ バタフライ。あれの、バッテリーよりも若干、余裕があるということですね。ただ、CPU がこれ、デュアル CPU なんですね。HTCJ バタフライは、クアルコム4つ CPU があるタイプなんで、4つもあればね、処理もサクサクといくだろうと思って、HTCJ バタフライが
出ていれば買おうと思ったんですけど、あいにく出てませんということで、まあ、店員さんもね、iPhone の、技術を活かしている、メーカーのサムスンであれば、そんなに故障することもないでしょうということで、まあ、僕もね、次機種変更する場合には、もう日本のメーカーダメだろうと、まあ、よくてソニーぐらいかなと思ってたんですね。ですんで、あとは HTC か、すいません。サムスンだろうなということだったんですが、まあ、店員さんも、まあ、故障が少なめなのは、サムスンじゃないでしょうか。2番目に HTC、3番目に、まあ、強いて言えばソニーでしょうということなんで、機種変更しました。どうでしょうか。映像、まあ、僕の部屋を映しても、何もないんですけれど、まあ、いつものおなじみのお部屋、何回かお部屋のご紹介してますけど、まあ、こんな変わり映えのしない部屋です。映像どうなんでしょうかね。あと、今 YouTube の方にアップしてるのがね、昨日のサウナラ原発、11.18 宮崎集会の、HD 映像版の動画なんですね。10ギガ容量がですんで、まだ、時間がかかっておるところなんですがね。はい、ということで、先ほどそのパソコンが使えないんで、先ほどこの HTCJ のレビュー動画、蓋を開けるところから電源投入から終了までの様子をね、ビデオに撮ったんで、また後ほど、ビデオの編集をして、今度は、Android 4.0 のね、4G LTE のスマートフォンのレビュー動画を、どんどん、作っていきたいなというふうに思っております。はい。こんなお部屋です。汚いでしょう。男の部屋なんで、こんな感じです。で、ここに一応カメラを置いてるんですけれどね。こんなもんでございます。いつもこういう中で、これがね、いつも放送しているウェブカメラ。300万画素のカメラを使って、放送しておるとこです。パソコン、まだ、Windows の XP です。ここにあります。Windows の XP を使っております。もうそろそろ XP も限界なんですけれど、まあね、動画編集作業で、サクサクと、作業していただいてるんでね、まだもう少し、2014年までサポートが続くんで、あと1年ちょいは使ってみたいと思います。はい、ということでね、はい。パソコンが使えなくて、初めて 4G LTE で放送をしているんですけれど、まあ、3G、すいません。3G 回線に比べると映像も少しは良くなっているんでしょうかね。まあ、Ustream のアプリを使ってるんで、アプリ側の処理、Ustream 側のサーバーの処理の問題も出てくるのかなっていう気はするんですが、今週の水曜日、もう告知をしておきましょうか。富山いつき、参議院議員が、くら替えをして、今度の衆議院選挙に出馬をするということで、昨日日曜日、富山議員から直々に、ご招待を受けまして、今週の水曜日、11月21日に、出馬記者会見がございます。そこに大谷さんあんたも来てよということで、行っていいんですかって言ったら、まあ、生活が、国民の生活が第一は、ネットに開かれた、政党であると。まあ、小沢さんがね、結構インターネットを使って情報を発信してきていましたんでね、いいよって、で、ユーストリームで中継もしていいですよというふうに、まあ、富山議員から言われているんで、早速、この 4G LTE の Galaxy S3 を使って、生中継をしてみたいというふうに考えておるとこです。時間がね、午前10時に受付で、午前10時30分から始まる。まあ、1時間もないでしょう。まあ、出馬しますという発表と、あと、記者からの質疑応答ぐらいなんで、11時過ぎには終わると思いますんでね、今月水曜日、あさって、午前10時30分、少し前ぐらいからね、生中継をしたいと思います。多分ね、宮崎県内で、
国政選挙の出馬記者会見のネット中継をするのは、まあ、うちの市民メディアが最初かなというふうに思っているところなんですけれど、まあ、どんどんね、そういった、端末、デバイス、通信機器を使ってね、選挙運動といいますか、選挙に関心を持ってもらうための活動を行っていかなければ、まあ、今回の都城市長選挙の投票率の低さ、ね、50%いってないということ、なんていうかね、まあ、国政があんな感じで、どうなの？国会議員はという中でね、市長選挙っていうのはもっと我々に身近な、政治なんですけれど、まあ、蓋を開けたら何のことはない、50%にもいかないと。まあ、Facebook の書き込みにも、もうそろそろインターネットでの選挙運動を解禁したらどうだろうか。以前、ネット投票、インターネット投票みたいなものがあったんですが、実際やったらちょっと失敗をしたということで、インターネット投票がもう今動いていないんですが、投票はできなくても、まあインターネットにおける選挙運動、ね、そろそろもう解禁にして、インターネットにおける討論会とかね、あとニコニコ生放送でもユーストリームでもう何でもいいので、どんどん発信していく、まあ、政治家サイドができなければ、僕のようなね、市民メディアが、こういったスマートフォンとか、通信カードを使ってね、中継をしていくというスタイルをね、増やしていかないと、なんかちょっとね、今度の衆議院選挙の投票率も、低そうだな、という感じですね。まあ、既存のマスメディア、今日も、MRT、UMK、NHK が、衆議院選の、特集を流していましたけれど、いまいちなんかパッとしないような放送内容なんでね。なんかもう少しちょっとインターネットの使い方、発信の仕方、もっと国民の皆さん、僕も含めてね、投票行動、投票しようと思えるような仕組み作りっていうのも大事かなというふうに思っているところです。はい、3名の方、ご視聴ありがとうございます。どうでしょうかね。映像は綺麗でしょうか。昨日も、さよなら原発、11.18、宮崎集会の、生中継をインフォバ A01 の方で撮ったんですが、インフォバ A01 は、まあ、3G 回線、まあ、CPU もひ弱で、映像が、良くないんですけれど、4G LTE に今日から変えたのでね、若干映像も良くなっているのかなという気はするんですね。ただ、ズームが使えないっていうのがあるんで まあ、これはもうスマートフォンのアプリを使ってやってるんでね。まあ、それはしょうがないんですけれど、どんなもんなんですかね。まあ、一番いいのがビデオカメラに、データ通信カードをつけて、ズームができる、綺麗な、ハイビジョンサイズの映像で送れるっていうのが一番いいんですけどね。まあ、そこまでちょっと難しいかなというふうに思っているところです。はい、YouTube への、昨日の集会の動画のアップ、今ね、93%まで来ました。10GB のデータを、まあ、ちんたらちんたらアップしているんで、もう相当時間かかっております。頑張れ、パソコンと。XP なんですけどね。これ扇風機です。夏なんかはね、結構熱を持つんで、この扇風機を使って、パソコンを、冷やしております。結構ね、いろんなものがあるでしょ。ハードディスクが2台と、あと3つはモデム関係、あと無線 LAN ルーターなんですが、まあ、こんな感じでいつも作業を行っております。こちらは、からのノートパソコン。で、奥にあるのが、あれ、なんだ、Linux の搭載した Ubuntu を搭載したパソコンなんですが、あそこにもう眠ってます。もうほとんど使っておりません。と、汚い部屋ですいません。で、向こうの部屋が寝室です。というようなお部屋構成でございます。はい、ということでね、また今日もね、HTC じゃなかった、Galaxy S3 の、使い方をね、覚えないといけないので、楽しみながら、Android 4.0の端末を使ってみたいと思います。また、YouTube の方でね、Galaxy S3 の、レビュー動画を
どん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 アップしていきたいと思いますんでね、秋冬モデル、まあ、これからね、多分 Android 2.3 から 4.0 への機種変更する方々が増えてくると思いますんで、その参考になるような動画をどん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 作っていきたいと、YouTube にアップしていきたいと思います。ちょっと手持ちで今放送してるんで、というか、このね、いつも使っているこのアダプター、これ壊れたんですね。これ、ここで挟めるんですけれど、この挟むときに開くレバーがあるんですね。これをガバーッと開いて、ここに固定するんですけれど、そのレバーがね、プラスチックの、レバーなんですね。で、中もレバーがここあるんですが、押してももう開かなくなってるんですね。で、中分解してみたら、中に入ってるカム、ギアのカムのね、あれが噛み具合が悪くてもポキッとも折れてました。まあ、プラスチックの部品だったもんですから、アロンアルファで、止めて、修理したんですけれど、もうすぐに、壊れました。まあ、ダメですね、安物はね。そんで、まあ、手で持って撮影を行っているところでございます。はい、4名の方、ご視聴ありがとうございます。今日はこういった、何もない放送で、部屋のご紹介を行っているところですが、はい、ということで、またこの放送を終えて、自分でこの画質の良さ、画質がいいか悪いのかと確認をしてみたいと思います。はい、それじゃ、すいませんね、何も内容がない話をしまして、はい、じゃあ今夜の、4号金号な夜、まあ、この付近で終わりにしたいと思います。またね、今から、YouTube の方に、今日何本か、動画をアップしますんで、また後で、ゆっくりとご覧ください。それじゃ、何も、内容がない放送で申し訳ありません。今夜の放送、この付近で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。また明日もね、お時間ございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、失礼します。